後半の早稲田、ここは中野が強さを生かしてまずポイントをグイッと押し込んで選手をグイッと集めるんですね、はい、で彼が4人台タックルされたので外が余ってしまうというですね、はい、中野君に対してはディフェンスが何人も行きますね、後半の得点は早稲田、桑山でした、桑山敦樹でした。さあここもその丸尾がここは止められるんですが、その後よくこの岸岡が前を見てますね、前を見て、ここはラインアウトからモールを組んで、わずかのモールドライブからモールを持ったこの崖直哉が一旦相手の部分が分かれたところをドンと押し込んでいきます。さらにこのリスタートのキックオフがミスになったところでセンターからのスクラム、中野そして桑山敦樹と、まあ、岸岡君があそこまで前に出てた、はい、それでリーポジションを合わせたというのが非常に良かったですね。これが桑山敦樹の4本目でした。ここも桑山敦樹がゲインして今度はハーフは変わりましたね、はい、このワンテンポを持ったプレーが良かったですね。桑山敦樹、そしてナンバー8、1年生の丸尾ということになりました。ここを丸尾が体を当てていきます。これでもワンテンポ変えるときに持って前出て、はい、内側にパスをしましたね。最後キャプテンの加藤でした。加藤も前半について今日2つ目。途中交代の加藤が自ら攻めていきました。今度はこの海津からボールを持って桑山俊樹があの位置からタイミングですね、まあ、ストライドが広いんで非常に早く見えますね。さあもうこれは逆に政権が攻めていた時間から守ってボールを奪ってからの早稲田、ここは貝塚でした。よく前に出ましたね、結局トライを積み重ねて早稲田大学は成蹊大学に99対14というね、トライを量産しました。15トライです。はい、素晴らしいですね、はい、特にタックルミスがないというのは素晴らしいですね。マスターはそうですね、成蹊、はい、大学もこの早稲田大学との戦い、これが16戦目ですが、初めてこの14点というスコア、2桁得点を挙げたことになりますが、はい、まあ、これからね、よりその強豪チームに対してどう戦っていくかというのはね、はい、チームの課題になってくると思いますが、